僕は恐竜だけど僕はバイクに乗るのが大好きだ毎日みんなに会いに行く風を切って走るのはとても気持ちいいみんなっていうのはみんなだ名前がなかなか覚えられないけど僕は僕で聞かれたら恐竜です って挨拶するよ。でも、なぜかみんな、会うとすぐ、あ、恐竜じゃない恐竜くんだ、って言うんだ。不思議だよね。僕は恐竜なのに、みんなはなぜ、恐竜じゃない恐竜って呼んでくれるんだろう。バイクに乗ってるからかな。 毎日旅をしてるからかな。恐竜なのに怖くないからかな。旅をし続けていたらある日わかったよ。君は恐竜じゃないか足が多いものね。そう言われた。そう。僕はどうやら足の数が他の恐竜より2本多いんだって。 僕は恐竜だよ。お母さんがそう言ってたんだ。僕は恐竜だ。胸がギュッとして目がカッと熱くなった。こんな時次の場所にまた風を切ってバイクで走るんだ。涙が出ることだってあるよ。だって僕は どうやって名乗ればいいのかわからない。恐竜なんだもん。足が多いからって恐竜なんだもん。ふとバイクを走らせた先に木の実がたくさん入ったかごを持ったリスさんが転んだのが見えた。大丈夫僕はいろんなところに コロンコロンと転がっていく木の実をポンポーンと蹴ってかごに入れてあげた。僕の得意技だ。あなた足が多くないリスさんは驚いていった。僕はまたかと肩をすくめた。すると便利だわ。 恐竜よりも得だわね。リスさんはカラカラ笑った。え変だって言われるのかと思った。リスさんはまたカラカラ笑った。あなた、恐竜って名乗るより名前付けなさいよ。何でもいいから。あなたはあなたなんだから。恐竜にしては優しくて、 恐竜の割には便利な体してるんだから。あなたはあなたしかいないんだから。わかった。こう名乗りなさいよ。恐竜って。ええー、僕は驚いたけど、なんだか嬉しくなったよ。何回も口に出して言ってみた。僕は恐竜と言います。 リスさんは、にっこり笑って、また会おうね、恐竜くん。もう覚えたわ。と、木の実を背負って帰っていった。ブルンブルンエンジンをかけて、アクセルを踏む。バイクも嬉しそう。僕は、次の場所目指して走り始めた。景色がキラキラして見えた。